マット・ハービーは、アメリカ合衆国コネティカット州ニューロンドン軍、ニューロンドン出身のプロ野球選手。MLB のボルチモアオリオールズ所属。愛称は、リアルディール、ザ・ダークナイト・オブ・ゴッサム。2007年の MLB ドラフト3巡目で、ロサンゼルス・エンゼルスから指名を受けるが契約せず、ノースカロライナ大学チャペルヒル校に進学した。 ニューヨークメッツ時代2010年の MLB ドラフト一巡目でニューヨークメッツから指名されプロ入り2011年に A 級セントルーシーメッツでプロデビュー AA 級ビンガムトンメッツでもプレーし2球団合計で26試合に登板して13勝5敗防御率3.32156奪三振を記録する2012年7月26日の アリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビュー5.1イニングを11奪三振無失点の高頭で初勝利を挙げる打撃でも2安打を記録しデビュー戦で2桁奪三振と複数安打を同時に記録したのは史上初だった同年は10試合に先発し3勝5敗ながら防御率2.73奪三振率10.62という成績を残した 2013年は開幕から先発ローテーションに定着。4月は6試合に登板して4勝0敗、40.2回、防御率1.56、46奪三振などの高成績でピッチャーオブザマンスを初受賞した。5月7日のシカゴホワイトソックス戦で7回西までパーフェクトに抑え、9回まで1アンダム死球12奪三振と高騰したが、援護がなく、 勝利はつかなかった。7月16日にメッツの本拠地シティフィールドで行われたオールスターゲームでは先発投手を務め2イニ,ニングを無失点に抑えた。8月7日のコロラドロッキーズ戦で4安打、無失球、6奪三振、106球で初の完投完封勝利を記録した。8月24日の当番の後、 右ひいちの灼速速腹人体の部分断裂が発覚し、シーズンを終えた。この年は二十六試合、九勝百七十八点一回、防御率二点二七ホイップ零0.931、左率二百六 K、b b 六点一六と大活躍し、サイヤング賞の投票では三位に入った。オフの十月四日に、右ひいちの手術を行うことを発表し、 10月22日にトミー・ジョン手術を受けた。2014年は前年の手術の影響でマイナーを含めても実戦復帰することはなかった。2015年4月9日、開幕3試合目で1年7ヶ月ぶりに復帰し、6回無失点で勝利投手となった。この年は29試合、13勝、189.1回、防御率2.71。 ホイップ1.019、左率219、K、BB5.08、最速99.4マイルパーアワーを記録するなど、手術前と変わらぬ活躍で、チームにとって9年ぶりの地区優勝に貢献した。手術明けのシーズンのため、代理人のスコット・ボラスや、執刀医のジェームズ・アンドリュースなどが、当番イニング制限を提言したものの、ポストシーズンでも4試合に当番し、 26.2回、防御率3.04と安定した投球でリーグ優勝に貢献した。オフにはカムバック賞を受賞した。2016年は開幕から調子の上がらないピッチングが続いた。そして7月6日に肩の不調で故障者リスト入りすると手術を受ける運びとなってそのままシャットダウンした。この年は17試合に先発登板して、 防御率4.86、4勝10敗、ホイップ1.47に終わった。2017年はさらに調子を落とし、19試合登板で防御率6.70、5勝7敗、ホイップ1.69に終わった。2018年5月5日に、ィーフとなった。新シ品シキレッツ時代2018年5月8日に、デビン・メソラことのトレードで、新品キレッツへ移籍した。 移籍後は24試合に先発し7勝7敗、防御率4.50とやや持ち直した。オフの10月29日に FA となった。2018年12月21日にエンゼルスと1年1100万ドル出来高300万ドルで契約を結んだ。2019年は12先発で3勝5敗、防御率7.09という自己アーストの成績に終わった。 7月19日にリーフとなり21日に FA となった2019年8月15日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結んだオフに FA となった2020年7月28日にカンザス式ロイヤルズとマイナー契約を結んだ8月18日翌19日付でメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると報じられた オフの10月28日に FA となった。2021年2月17日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。メジャーに昇格した場合は給与として100万ドルが支払われる。3月25日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、開幕を MLB で迎えた。4月3日のレッドソックス戦でオリオールズ遺跡後初登板を果たした。 5月11日にシティフィールドで行われたフルスのメッツ戦では現地のメッツファンからスタンディングオーベションを受けた。スリークォーターから繰り出す手元で浮き上がるようなフォーシーム、鋭く曲がり落ちるスライダー、カーブ、チェンジアップを武器とする。フォーシームは常時90マイルパーアワー中盤、最速100.1マイルパーアワー。スライダーは常時90マイルパーアワー前後を掲示する。 ありがとうございます。